TRS-80 モデル100。TRS-80 モデル100は、1983年にリリースされたハンドヘルドコンピュータであり、京セラが製造して、タンデラジオシャックが販売した。キーボードと液晶ディスプレイを備え、電池で駆動し、ノートや本のような形状と大きさであり、先行例として、HC-20 などがあるが、世界的に知られた。 最初のノート型コンピュータの一つである。当初、京セラが実写ブランドで、キオトラーニック85として、日本で販売していたが、あまり売れなかった。この権利を単利コーポレーションが買い取って、アメリカ合衆国とカナダのラジオ借店や、他国の定型ディーラーで販売したところ、人気商品となり、全世界で600万台以上を売り上げた。京セラは同様の設計に基づき、 オリベッティの NEC の PC-8201 と PC-8300 も開発しており、それぞれに微妙に異なる。当初マイクロングゼクティブワークステーションという故障でマーケティングされたが、故障の方は普及せず、間もなく忘れられた。8KB 版は1099ドル、24KB 版は1399ドルで発売された。 炭酸アルカリマンガン電池4本で20時間使用可能でメモリ内容は30日間保持可能と宣伝されていた。単にポータブルディスクドライブは3.5インチディスケットに100キロバイトのデータを記録できる。その後継の TPDD2 では両面に記録でき200キロバイトの容量になっている。1984年には拡張ボックスが発売され、 5.25インチフロッピーディスクドライブを内蔵し CRT への接続端子が備わっていた。CRT に接続した場合40桁、80桁の表示が可能である。バーコードリーダーも発売された。電源を入れるとアプリケーションとファイルのメニューと日時が表示される。ロムファームウェアなので立ち上がるまでの時間は非常に短かった。単に電源を入れて すぐに使えるだけでなく、前回電源を切った時の状態を再開できる。カーソルキーで内蔵アプリケーションがデータファイルを選択すると、アプリケーションが起動する。3 2 k トのロムには、Microsoft Basic N82 版が内蔵されている。当時の他の Basic と同等の機能を持ち、同時にこのハードウェア専用の機能を備えていた。例えば、 画面のピクセルを指定できる描画機能、モデムとシリアルポートのサポート機能、サウンド機能、カセットテープレコーダーへのアクセス機能、リアルタイムクロックへのアクセス機能、バーコードリーダー機能がある。当時の他のマイクロソフトベーシックとは異なり、不動小数点演算は倍精度である。その他に以下のようなプログラムが ROM に内蔵されている。 システムラム内の隠しファイルの名前は、林と鈴木となっており、林淳二と鈴木一しの二人の設計者を称えている。もう一つの隠しファイルは、リッキーでリック山下を指している。モデル100の内蔵ソフトは、ビル・ゲイツ自身が鈴木と共に書いたコードが含まれている。最後のマイクロソフト製である。ゲイツ自身が、このマシンを私が懐かしく思っているのは、 これが私がかなりのコードを書いた最後の製品になったということも関係していると述べている。データファイルはバッテリーバックアップされた SRAM 上に保存される。またカセットテープレコーダーに保存することもできる。オプションの周辺機器を使えばフロッピーディスクにも保存できた。追加の ROM を組み込むことでカスタマイズされたアプリケーションを使うことも可能である。 モデル100のロームには2000年問題があった。メインメニューに表示される年号は 19XX となるようにコーディングされていた。この問題のワークアラウンドが存在する。持ち運び可能な点と単純さが評価され、モデル100はジャーナリストに好評だった。11ページの文章を作成して内蔵モデムとテレコム、プログラムで自社に原稿を送ることができた。他にも会社員が、 外出時にメモを取るのに使ったりした。動作中も極めて静かで、キーボードも最近のノートパソコンより高級だった。炭酸乾電池4本で約20時間連続動作した。データは乾電池とは別の内蔵バッテリーで保持された。ブート手順は単純であり、電源を入れればすぐに使うことができた。モデル100は工場の装置を操作する端末としても使われた。電池で 動作できる時間を延ばす周辺機器やファイル格納域を拡張する周辺機器などがサードパーティーから発売されている。内蔵ソフトウェアより高機能なワープロソフトや表計算ソフトも発売されている。また、熱心なホビーストがゲーム、アプリケーション、周辺機器などを作り続けている。現代のノートパソコンはモデル100に比べると大きく重く、 バッテリー寿命が短い。最も近い系統のマシンとしては、ダナやクイックパドプロがある。これらは教育市場向けだが、ライターや外出の多いプロもよく使っている。また大きさは異なるが、内蔵機能は PDA にも似ている。テキストプログラムは、ポミニのメモプログラム、アドレスとスタルは同じくコンタクッツ、タスックス、カレンダーを単純にしたものと言える。また、 フルサイズのキーボードとベーシック言語を内蔵している点は PDA よりも優れている。ベーシックを搭載することで容易にアプリケーションを追加できるよう設計している。柔軟性と機能性があり、最近でも比較的手頃な値段で入手可能なため、モデル100とその後継機種、モデル100に200、600には今も多くのサポーターがおり、一種のカルトを形成している。 タンディ200はモデル100の姉妹機種で1984年に登場した。ラップトップパソコン型の折りたためるディスプレイで16行40文字を表示し、24KB のラムを搭載し、最大 72KB まで拡張可能。表計算ソフトマルチプレイを内蔵。DTMF のトーン信号を発信できるモデムを内蔵している。モデル100ではダイヤルパルスだけだった。 最後の後継機種は、タンディ600で、1985年10月に、登場した。形状は、タンディ200と同様だが、表示は80桁に拡張されている。3.5インチの FDD、充電可能なバッテリー、32KB のラム、最大 224KB を内蔵。マイクロソフト製の16ビット版ハンドヘルドオペレーチング、システムを内蔵し、ワープロソフト、 カレンダー、データベース、通信ソフト、表計算ソフトを搭載している。ベーシックは搭載されず、オプションとなっている。1986年、モデル100を改良した、ダンディ102が登場した。ソフトウェアもキーボードも表示もモデル100とほぼ同じだが、若干薄型になっており、24キロバイト版のみ、発売された。その後ダンディから発売された、 ポータブルコンピュータとしては、ダンデ LT1400 から始まるシリーズがあるが、ロムにソフトウェアを内蔵することはなく、通常のラップトップ型パソコンとなんだかあらず、FDD から MSDOS を起動するようになっていた。京セラは、ラジオシャック向けに製造したものとほぼ同じマシンを販売していた。他に、同じような形状のマシンとしては、NEC の p c 千二百一や、 オリベッティの MC10 がある。なお、これらはすべて、マイクロソフトとアスキーが設計し、京セラが製造したものである。ただし、細かい仕様はそれぞれ違う。モデル1 0には、後継機であり、もっと薄くなっている。モデル1 0にでは、最小搭載ラムが 24K バイトとなった。さらに1984年、モデル200が発売されている。 モデル200は 24KB ラム、最大 72KB で、ラップトップ型に進化した16行40桁、表示の液晶画面を持ち、表計算ソフト、マルチプレームが内蔵されていた。1985年には、モデル600が発売されている。こちらは、16行80桁の表示で、CPU は8088、ラムは 32KB。 最大 224KB、さらに3.5インチフロッピーディスクドライブを内蔵している。エプソンの HC-20 はモデル100よりも1年早くリリースされており、ディスプレイも小さかったが、後継機の HC-40 では、モデル100と同じ程度のディスプレイに進化している。戦術の通り、オリベィ m と、PC、1と NEC p c 千二百一。 8300は、京セラの同じ設計をベースにしている。1983年に登場した、エプソンの HC-20 は、ディスプレイが、もっと小さく、4行12文字しか表示できず、プログラムやファイルのセーブ用にカセットテープ装置を内蔵していた。他にも、カシオ FP-200、TICC-40、キャノン X-A7 などのハンドヘルドコンピュータが、 各から発売されていた。ジャーナリスト向けに作られた、モデル100と同様の形状と、大きさのシステムとしては、タレラム T-3000 やグレッドカンピスがあり、後者は NASA でも使われていた。グレッドは、後に、単純に買収されている。1985年のボンドウェルには、モデル200と似たような形状で、CP-M が動作した。 データジェネラルの開発したデータジェネラル1は MSDOS が動作するラップトップ機でタンディ LT1400 に似ている。これは1984年に登場した。同じく1984年に登場したはタンディ600に先行している。この2機種は似ているが ZP-150 にはベーシックが搭載されており最大ラム容量が大きいが FDD を内蔵していない。 イギリスの発明家、クライブシンクレアが1987年に開発したも形状や機能がモデル100に似ているが拡張性に優れていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。